はい、こんにちは。いやー、寒くなりましたね。朝起きるのが億劫です。さあ、今日も宝塚の話をしていきたいと思います。さあ、今日11月17日はですね、花組公演劇場の初日を迎えます。とわきせいやさん主演花組劇場をですね、今日から迎えるんですけども、昨日ニュースが入りました。変更っていう文字が見てですね、うわ、まさかと、ドキッとしたんですけれども、よくよく読むと、開演時間が15時スタートだったのを15時半からということで、30分遅らせますよという内容でございました。ということでですね、とりあえず今日3時半、予定としては初日を迎えることができるのであろうと思います。昨今、宝塚はですね、激動な毎日を送っております。本当にどうなるのかは全く読めませんが、今日の3時半、無事公演ができればですね、初日を迎えることができます。これですね、私、チケットが当たっております。12月ですけれども、当たっておりますので、願わくばぜひ12月まで完走というか、千秋楽まで完走していただきたいんですが、何せですね、やはり皆様のもちろん体調と第一ですし、宝塚歌劇団の劇場の中、宝ジェンヌの皆様がですね、安心して演技ができるっていう状況であるかどうかも、もう第一だと思っておりますので、第一だと思っておりますので、公演があれば、ぜひと思っております。そしてですね、同じく昨日のニュースで、星組公演 RRR ですね。110周年一発目 RRR の先行販売のニュースがありましたね。チケット先行販売。で、これもですね、私動画2本上げさせてもらいましたが、本家のインド映画 RRR を見てですね、もうめちゃくちゃミュージカルに合うだろうなと。これはもうミュージカルにすべきだろうなって思ってます。なので見たい。ね、ウォーターのぽっちゃりおじさんをね、レイ・マコトさんがどうかっこよくやってくれるのか、そしてファイヤーのおじさんを暁知聖さんがどうしてくれるのか、もうそこにね、前空ひとみさんのダンサーが入って、もうダンスの部分はもう間違いなく宝塚一の作品になるんじゃないかなと思わせてくれるぐらい楽しみなんですよね。それはやっぱり宝塚という大きな劇場で大迫力で見たいなとは思っております。スカイステージ等でもですね、練習している方々の話を聞くと、もう本当に楽しそうだなと思って待ってますので、これもですね、先ほどの話じゃないですけれども、今激動の宝塚の中、もちろん宝ジェンヌの皆様全員がですね、きちっとできる状況であれば、ぜひ見に行きたいなと。まずチケットが当たればですけども、見に行きたいなと思っております。はい。ということで、今日はですね、昨今めちゃめちゃ今宝塚のニュースというか、報道もそうですし、すごく今 YouTube の世界でも、もう今宝塚の話たくさん出てますね。私1点だけ、本当に1点だけなんですが、ちょっと飛躍されて、内容を話されている方も多いのかなと思うところがありまして、今回14日にですね、2つの記者会見がありました。宝塚歌劇団からと、ご遺族の代理人からの、ね、記者会見ですね。で、それぞれ共通しているのは、宝塚歌劇団が依頼したのはありますけれども、代理弁護人、違います、間違えました。複数の弁護士による調査チームの結果報告書、これですね。複数の弁護士による調査チームの結果報告書をもとに、それぞれが記者会見を行っていると。で、この複数人の弁護士っていうのは、大手事務所に所属する弁護士、そして宝塚歌劇団の顧問弁護士等ではないというところですね。
だからね、きっとね、ここがですね、とはいえどこまでつながりがあるのかっていうところで、まあ飛躍するのかもしれませんけども、でこの報告書がですね、まあ、過剰業務、まあ、時間外労働が、まあ、著しくひどいと、だから安全管理注意義務、まあ、そういったね、まあ、みんなを守るっていうところの配慮が足りなかったんじゃないかということの判定がされていると。ただパワーハラスメントですとかいじめについてはかなりまあ、なかったに近いような結果になっている。でここでですね、結構多くの方が飛躍されて、宝塚はいじめを認めなかったぐらいの話をされている気がしましたね。だあくまで宝塚歌劇団が言ったわけではない立て付けですよね。大手事務所に所属する弁護人の調査チーム、複数人による弁護人の調査チームがヒアリング、まあ、空組生へのヒアリングだったりとか、ご遺族の方に対してのヒアリングをされている。そこでの証拠のやり取りも複数人の弁護士がやっているわけですね。宝塚がやっているわけではないと。ここはここですね、ここをね、なんか飛躍されて宝塚がやっていて、宝塚が認めなかったという話がちょっとあったのかなと感じました。確かにこれね、10月の段階はですね、7日だったかな、宝塚の記者会見が単独で行われています。10月です、先月ですね。この時は宝塚歌劇団はいじめパワハラはなかったと断言しています。宝塚の歌劇団によるヒアリングをして、双方から話を聞いた時もそれぞれいじめがなかったと聞いていますと発言しています。またあのね、記者会見は良くなかった、あの記者会見は準備も足りなかった、私もう本当にね、いろいろな面で良くなかったと思います。ただですね、それはですね、10月なんですよ。その後宝塚歌劇団としても自分たちのヒアリングではやっぱりきちっと真相にたどり着けないということもあってだと思うんですが、第三者、まあ、その複数人の弁護士による調査チームに依頼をしたわけですよね。でそこでお一人、空組生お一人お一人に聞いていった。ただここもですね、また4人の方がヒアリングを辞退されたということで、また話が飛躍されているのもあるのかなとは思いますが、なのでここの部分ですね、今回は違うというところと、プラスもちろんご遺族側としてはハラスメントはあったという話をされていらっしゃるわけですので、そこに相違があるんですよね。報告書との相違がある。でここに関しても宝塚歌劇団としては報告書はもちろんですね、真に値するものだとは思ってはいますけれども、ご遺族の方との対話、話し合いを通じてまた対応をきちっとしていきたいとは記者会見の場で言ってますよね。報告書しか信じません、パワハラハラスメントありませんでしたって言ってるわけではないです。あくまで報告書を読み上げたわけですから、報告書にはこういう書いてありましたが、きちっとご遺族の方と対話をしていきたいと思っていますという言い方をされておりますので、そこだけ考えるとですね、飛躍されたですね、いじめパワハラなかったと宝塚は断定したぐらいの雰囲気で言うのはまた違うと思っています。まあ、ただね、10月の、ね、記者会見がね、まずそういう姿勢だったっていうのは確かに良くなかったなと思いますけどね。ただ今過剰労働ですね、によって精神的に追い詰めてしまったという非はもう全面的に宝塚は認めていると。でいじめパワハラに関しても、ね、ご遺族ときちっとお話し合いをさせていただいした上で、対応、しかるべき対応を取っていくという話もされています。おそらくですけれども、その上でまた改善策、今7項目ぐらい改善策上がっておりましたが、そこにまたですね項目が変わってくる可能性は十分にあると思います。もうこれだけですね、世間を賑わせました。もう宝塚としてももう変わらざるを得ません。阪急ホールディングスのですね、エンタメ部門の中の宝塚、もちろん収益とは非常に高い収益を上げている部門ではありますが、今ここでですね、しっかりと方向性を立て直さないともういけないというのは誰もが分かっていると。
で、それに対しても向かい合うという姿勢を表明はしていると私は感じましたので、今までの宝塚がいいとか悪いとかっていうつもりではなくてですね、もう今後必ず変わってほしいと思って、変わらなきゃいけないと思っていると思わせてくれる、まあ、部分もあったのかなと思いました。はい、まあ、なんでちょっとね、飛躍しすぎてるのかなと思う内容に対してはちょっとクエスチョンマークが私の中ではついたかなと、はい、思いますが、まあ、でも私も同じくですね、今後の宝塚がどう変わっていくのかっていうのも見ながらですね、見ながらも、本当に自分が見たいなと思う公演があればですね、もうぜひ見てみたいですし、応援していきたいと思います。はい、今回の件でですね、たくさんのファンがいなくなるですとか、タカラジェンヌがたくさん辞めるとかっていう報道もいっぱいありますけれども、まあ、もちろんそれはですね、一つのそうなる可能性はあるとは思いますが、まあ、そうではない方もですね、それを分かった上で、でも今後きちっと宝塚が変わっていって、またタカラジェンヌの皆様が本当にやりやすい環境をしっかりと、本当にですね、昔と全然違うと、今いる方々が全員が目を輝かせながら、もう全然今、まあ、今宝塚歌劇団というのはこういう風なんですっていう日が来る、まあ、その上で素晴らしい演目も引き続き続けていただけるっていうのができると、信じて動いていると思いますので、まあ、見る側もですね、あの演目を通じて応援することができればなと思っております。なんでね、本当にまあ複雑な気持ちは一緒な、まあ、複雑な気持ちはありますけれども、やっぱりこの花組のチケット、まあ、劇場は見たいなと思ってますし、やっぱり RRR もね、見たいなと思ってるんですよね、思っておりますので、はい、ファンとしては引き続き見守りながらも応援をしていきたいなと思います。本当にこのね、応援をさせていただける動きをしていただきたいなと思っております。はい、ということでですね、今日の動画を終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。